ってくれてありがとう。彦根市長曽根南町の高木造園へいただいたありがとうメッセージ。管理されている荒神山公園で歌謡コンサートを開催し、周辺の高齢者施設の方など招いてくださいました。会ってくれてありがとう。 ありがとうございます。ありがとうございます。高木造園は指定管理者として公園管理を行いながら、本業の造園技術を生かし、公園に美しい花を咲かせ、訪れる人の目を楽しませている。本業は100年以上続く造園業。日本庭園に造詣が深く、彦根城の修復などにも関わっている。これがいわゆる縦石というか、いわゆる三尊石という表現するんですけども、家を守るための神さんに例えている石ということで、そういうのと同じようにいろんな薬石があって、それは古文書に残ってるんですね。やはり現代的にはアレンジして使ってるという部分ですね。庭に置かれる石や木には全て意味があり、古くから伝わる体系に従って作られている。社長の純一さんに日本庭園について解説してもらった。でここも本来ですと和風庭園ですから、本当はこの前に本来であれば池があってもいいんですね。山水とかで枯山水とか水張った本山水とかいう部分でも、ここの前に池があればそういう形になると。で縦石の方から水が流れてきて、この池に水が入ると。庭先の通路でもここだけ大きくなってますね。これは排石代わりにしてるんですよ。縦石を拝む礼拝石という部分に例えてるんです。これは門かぶせの巻ということで、門にこう挿し枝があってかぶってると。でその左右見てもろて、こちらは針葉樹の巻の木、杖木ですね。こっちは少し柔らかい猿滑りですね。落葉です。強弱を表しますね。雪見にも雪見かぶせの松、ここは赤松使ってます。石だけポツンとか灯籠だけポツンとではなくて、何でも一つ一つの裸ではないという。これは崩れ積みっていう石積み。まずはですね、等間隔に大きい石を置いていきまして、その間に小さい石をはめ込んでいくという形になります。石積みはもうこれから数年だけでなくて、何十年何百年と残っていくものですので、まずは崩れないっていうことが一番前提になってきます。これも結構ただ積んでるだけじゃなくて、この見えない部分でもしっかりと石と石がぴったり重なって、それぞれがお互いを補強し合っていると。本来いるここなんですよ、座敷のとこ。今でも田舎行くと御縁さんはここから入られます。新しいここにお嫁さんを迎えた場合、お嫁さんが初めて来たとここから入るんです。それとで家の方が亡くなった場合、ここから出るんですよ。100年培った造園技術を絶やさぬように、高木造園は今日も研鑽を積んでいる。石積み一つにしましても、本当一朝一夕で身につくような技術ではないですし、これからも頑張って技術を習得していきたいなと思います。2018年11月、その高い造園技術により純一さんは近江の名工として表彰された。伝統的な技法を使っていると秋が来ないと、それと世間の人が見られてもなるほどという部分で、自分の好みだけで作っているとやはり秋が来るんではないかなと思います。先人の知恵に今を重ねる高木造園、会ってくれてありがとう。